はい、こんにちは、ともチャンネルです、相変わらず車の人ですんで、車の中から配信していきます。今日ちょっとお話ししようとしたことはね、流行について、流行についてっていうと漠然としちゃうんだけど、流行りっていうねことに関してちょっとお話ししますね。流行りって誰が決めてるかご存知です？勝手に決まってるわけじゃなくて、メーカーがね、ある意味半分ぐらいは操作してますね。要は何を言いたいかというと、メーカーが売りたいものを操作して、今年売りたいものを流行らせるって言えばいいのかな。それだと多分理解しやすいんじゃないかと思うんですよ。で、メーカーがやることはメディアをね使って、こう流行りだよっていうのをね、こう放送するだけなんですけど、たったそれだけで流行りって動いてしまうんですよ。で、あともう一つ、新しいものがね出たっていうことでね、それに飛びつく人、それを煽っているわけなんですよね。やっぱり周りと違うものを持つっていう楽しみ、優越感っていうのかな、そういうのを煽って流行りをね、流行らすわけなんですけども、だから毎年毎年違うもの、コンセプトの違うものを打ち出してね、流行ってるものをこう変えてやる。そうするとね、こうずっと毎年ね、流行りがずっと違うコンセプトのまんま移り変わってきて、で最終的にどうなるかというと、流行ってるものがもう一度回ってくるっていうことになるんですよ。あっと思った人いると思うんですけど、昔のものがね、もう一度流行るっていうことで分かると思うんですよね。新しいものからまた古いものにね移っていく、流行りはねもう一回繰り返すんですよね。結局メーカーが新しいアイデアを出し切れない時に、じゃあもう一度あの時のね古いこうセンスの良かったとことをもう一度流行らせようかと、そうすればねアイデアをねひねり出さなくても、もう売れてる商品なわけですから、それでもう一度ね繰り返す。結局はメーカーのね言いなりというか、手のひらの上で踊ってるだけなんですけど、でもやっぱりそう考えても、昔のものがね流行るっていうのは、やっぱりものがいいから流行るわけなんですよね。だから流行りがなくなったからもういいやポイって捨てちゃうと、いいものをね手放すことになってしまうってね、そんなことになってしまうんですよ。まあ流行りだけでいいものじゃない場合もあるんですけど、基本的に流行るものはやっぱりいいものなんですよね。だからね、流行りに便乗して次から次へと物を買うのも悪くはないですけど、流行りに便乗したものを大事に使っていくのもまた一つのね方法ですね。でこれでまたね流行りに乗り遅れたんじゃなくて、流行りが戻ってくるのを待つっていうのもね一つの方法かもしれません。ということで、今回の動画は流行りについてお話ししました。この動画がね、あ、いいんじゃないのと思えばグッドボタン、でもこれダメだと思えばバッドボタンで、またね CG とか Chromebook なんかもやってますので、そっちも見たい方は、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。おしまい。